ニュースポストセブンです。金髪のギャルママでした。2021年8月、大津市内の公園でジャングルジムから妹が転落したと通報した長男が妹を殺害したとして傷害致死容疑で逮捕された事件。その後、自宅で覚醒剤や大麻などの違法薬物を所持したとして兄弟の母親が滋賀県警に逮捕されました。母親のことをよく知る知人によると、母親は40代には見えないほど見た目が若く、金髪で色白の綺麗な女性ですとのこと。 SNS の母親の写真も若々しく、隣には長男、亡くなった妹が嬉しそうに母親に寄り添っていました。ニュースポストセブン。